リラックスはまず瞑想おすすめえーとうんまた型にはとらわれないでほしくて別に瞑想してるからってベロンってできるわけじゃないでしょでも例えばだけど皆さんが HTL に入ってくれてるってことはこういう話聞くのが好きなわけじゃん今話聞いてる時エゴ肝は弱まってるんですよ確実になぜならこの世の本当のことをしゃべってるんで私はだから多分魂が嬉しいってきっと反応してくれてると思うんですね あ、ちょっとずつでやってったら見せ成功なるんや、みたいなさ。これ瞑想と一緒ですよ、それこそ。あ、ないんや、みたいな。自分がうまくいってたか、なかったの、それだけの原因か、みたいな。だったらあ、こう対処していけばいいんだ、みたいな。自分の資質とか別に関係ないや、みたいな。ってなってるときって、これ、瞑想と一緒ですよね。ベローンってしてるじゃないですか。リラックス。 そういうことなんですよ。だから、犬の動画を見て、切ってする人が犬の動画を見てるときは瞑想中だし、私だったら、そのコスメ見に行くのが瞑想中だし、そして朝、本当に、あの、一般的に言われる瞑想っていう、ああいう、あの、音楽かけてみんなでやるのも、もちろん一つの瞑想だし、いろんなパターンがありますね。このおしゃべりの時間も、あの、一応瞑想のくくりには入るんですよ。 カラオケで熱唱が好きな人はそれも瞑想ですよ。マッサージだって瞑想の一つですし。まあ本人は一人でも効果ある。もちろんやってみてください。効率いいことやりなさいよね。本当にエゴ勤務のささやきなんですよね。それもだんだん消えてきます。弱まってくるから、あの、そういう思いが。で、それでさ。 いや、最初はさ、まあ、うん、と信じてたけど、私も結果がなかったから、え、本当にそうなんかなみたいな。でもね、この、浮きとか喜びのエネルギーが人生の目的って、めっちゃ私はそっちの世界がいいなって思ったから、信じたかったんですよね。で、それで生きていこうと思って、やっぱやり始めたけど、なんて言うかな。別に綺麗事ではないじゃないですか。だって自分の怒りも許容したりとか、自分の下水ところもこれ許容するっていうことが、 なんていうのあの、メソッドじゃないけど、喜びのエネルギーじゃん、言うなら。何かになり得るんじゃなくて、その瞬間。今、自分の感情っていうのを、この、自分が受け入れてあげるっていうことがもう、喜びのエネルギーじゃないですか。でも、なんかその、ウキウキとか、ワクワクとかさ、そういうタッチで捉えられちゃうってたから、最初はね。だから、 なんか、綺麗事みたいなのすげえよく言われてたんですよ。そのき、き、綺麗事だって。そんな、自分的には別に綺麗なことだと思ってなかったんだけど、なんかよくそれを言われてて、ね、一番最初の頃に。で、それを思い出してたんよ、なんか。今日、あの、皆さんにさ、あの、インスタ投稿で文章作ってるときに、いや、本当に、なんか、ただエネルギー出すためだけに、そして、 その瞬間出たらもう大成功と思って本当に通ってたのアルバイトにと思ってね。と同時に、それについて、まあ自分が多分信じきれてなかったから、その、そんなの綺麗事だよってよくそういえば言われてたなって思い出してたらさ、今日渋谷の街中歩いてたらね、看板がドドーって目の前に入ってきて、すごいキャッチフレーズが、綺麗事の何が悪い でかく書いてあって。綺麗事の何が悪い努力は必ず報われるとか、みんな綺麗になれるとか、どんどん口に出していこう。信じなきゃ何も変わらないから。さあ、ついに2020年。誰かの夢を見守るか、自分の夢を責めていくか、どっちの方が面白いかだなんて明らかじゃないっていう看板がね、目の前に 飛び込んできて、渡辺直美だったのしかも。本当やと思って。きれいごと何が悪いんやと思って、ね、<laughs> 努力は必ず報われるとか、みんなきれいになれるとか、どんどん口に出していこう。信じなきゃ何も変わらないから。私は信じたんですよね。これはもう、信じです。そしてその、また先に進んでいったら、東急プラザに、 こんな看板が出ていました。今が私の最先端。今この瞬間が私の最先端だって。<laughs> よかったと思ってそのみんなに揶揄される綺麗事って言われるのでやってきて。<laughs> 綺麗事じゃないけど、なんかここまでいろいろ現実化で結果が出るともう何もやっぱり本当言われなくなるっていうか、何も誰にも言われないもう今は。 そうでしょうそっちの世界で行きたくない私はもう、この世界で行きたいって決めたんですよね。この世界で生きると思って。だって絶対本当な気がするもんって思ったもん。そして、こんなご報告。縄文人の住居の中に、自分を内省するための特別な部屋があったそうです。今、この瞬間、自分の中にある感情、 波動、エネルギーをいつも見つめ直し、波動が下がらないようにしていました。だって。すごくない縄文人の住居の中に自分を内省するための特別な部屋があったそうです。今、ここの瞬間、瞬間に生きていて自分の中にある感情。エネルギーをいつも見つめ直し、波動が下がらないようにしていました。瞑想ルームやん、縄文人の。縄文人もやっていた。我ら、縄文スタイル。 縄文といえばみたいな、縄文の女神やと思ってんね。だからミセスエゴってさ、セオリツ姫なんやないの何千年も時を越えて探してきた縄文の女神。あなたはどこにいるのミセスエゴだと思って聞いてくださいね。どこに隠れたのあなたが消えてしまったから世界が陽に傾いてしまった。競争と戦い、比較と嫉妬、いつもいつも忙しく自己主張に実、自己実現。休む暇もありはしない。 あなたが消えてしまったから、比較して戦って、ずっと動いて、自己主張して、自己実現して、みたいな。で、いくつもの生を超えて追ってきた縄文の女神。あなたはどこにいるのどこに隠れたのあなたが消えて、月夜は寂しい。水の流れ滞こり、桜乱れ先、竜神月影に隠れた、自己需要、自己肯定、心休む時間もない。どこに隠れた我らが姫よ。 現れて今ここに。今戻られよ。我らが元に。お帰りなさい。これミセス英語のことやないえ鳥肌立ちませんでしたってすげえ鳥肌なんですけど。これ、セオリツ姫を探すっていうストーリーだったんですけど、セオリツ姫が消えてしまったから、競争と戦いに明け暮れて、比較と嫉妬して、自己主張して、自己実現して、休む暇もなくて、心も休まらない。 だからどこに隠れてしまったのって、もう出てきてくださいって、何世紀も渡って探してるっていう話なんだけど、これうちらの自分の中で起きてる話やないこれ。すごい。今日からミセスエゴをセオリツに変えようかな。エゴ金ン,ンがセオリツ姫になるんや、これは。すごいね。実際の、あの、天の川伝説もセオリツ姫の役、 柄の人は本当に自分のことを忘れて人間界で自分のことを否定して否定して自殺をしようとするしてたときに本当の自分を思い出して自分がセオリツだったって思い出すっていうストーリーなんだけどそうだよねエゴ金マン化してたってことだよねその人セ本当セオリツが自分のことを忘れてエゴ金マン化して自殺しようとしてたんやソースと離れて。 すごい、エゴキンマンをセオリツ姫に変えていこう。っていうか、もともとセオリツ姫なんや。え、シーちゃん、そうよね。うわ、シーちゃんがおる。そうよね、これ。つながったすごいね。そうや。セオリツ姫。タごってたんや。 いや、これ、すごいね。日本人から世界が変わっていくってすごい言われてるけど、いや、に、タゴサクジャパンしてる場合じゃないんや、我々。さあ、今日も、ランランな状態で終わりを迎えます。イエーイすごいこと発見した今日も、わーい